私もね、その特別その相対的に大きくこう劣後しているというイメージはないんですねないんですけどまあ実際はねそのいわゆるランキングスコアとしてはこう下がってきていると大事なことはですねやはり世界の中のそのリサーチのネットワーク、まあ、あるいはアカデミあのネットワークにしっかり入り込んでいるということがまあ大事でありまして 東京大学の強みって、やっぱりこう。北京大学とかですね。うん、あのソウル大学とか東京大学って多分、そのあのがあの入学した段階の学生のクオリティがこれだけ高いところって、あんまり世界でもないですよね。と思いますね。はいはい、はい、あの相当にクオリティは特に。まあ、あの日本の場合はその数学のね。はい、数学のレベルは非常に高いですし。はい、はい、その意味であと。 そういう意味では総合力っていうんですかね、総合的な、あの。教科のバランスも含めて、相当にレベルは高いと思いますね、はい。そうですよね。あの、その社会実装の実験をするときに。実は東京大学ってものすごくいい。あの。学生さんを集めたられるっていう。これって、あの。なんかこう、あの。社会実装実験をするときに。あの、五郎神さんでしたでしょうか。あの。 赤物のところのこうトイレをこう直すときに学生を使ったらものすごくいいやつができたっていう話そうですね、はいはい、非常に短期間にね素晴らしい提案がたくさん出てきてですね、はいはい、これも本当に学生のあの話はなんかかなり印象に残っててでもあ,のあらゆる場所で先生があのこれからキャンパスのデジタル化っていう話をされてますけども、はい、この時でもその 学生さんに社会実装させるっていう形のことって相当でできる素材がいっぱいいっぱますですよね、はい、あそうですね、はい、ここはまだあの、はい、詳しいことは考えてないんですけども詳しいところまで検討は進んでないんですけどもただあのデジタル化の一,一つの,あの観点としてはこれまでも議論してきてるんですけども、はい、例えば学生さんに使ってもらえるようなそのアプリですね、はい、みたいなものを考えたらどうかとか、はい、でそのアプリは 今度は彼らが卒業した後も、今度は卒業生版にこうちょうど入れ替わるようにして、使えるようにしたらどうかとかですね。まあ、いろんなこうアイディアがあるんですけども、それむしろですから学生さんたちのアイディアを聞いて進められたらいいのかもしれないですね。はいはい、種子島に私行った時にですね、はい、あの宇宙圏でロケットやってるところに、あのーはい、やたらこう東大の,あの研究者の人と学生がいてですね、あ<ー>あの島全体が あのかなりこう活性化しているという、うん、あので結構あの島の高校生にあの東大のあ学生さんたちがこういろんなことを教えてあげて、うん、あのやたらこうあのロケットだけじゃなくてあのあ詳しいんですね水の話とかですねあれはあれはですねあの結構あのびっくりした感じでなんかこう種子島でですね あの東京大学と東京大学の学生さんによる社会実装が、そうですよね。はい、長らくね関わってやっておりますよね。そうですよね。あれをやるとこう全体的にこ上がってくるというあのちょうどあのジェフリー・サックスが時々調査レポートとか、うん、私あの時々オックスフォードに行くんですけども、やたらこういいリサーチペーパーが出てくるんで、うん、どうしてそのリサーチペーパーが あのこんなに出るのかとっ,ったきオックスフォードはあのうまく学生さんをあの組み入れてみて、うん、あの作るペーパーの手足の部分って、うん、あの学生さんがやってられてそれがうまくこうワークしてるというその時にあのでもオックスフォードの学生さんの平均値とジブリー・サックスのところはコロンビアですけども、うん、あそことこう比べてみるとあの入った段階であの大学1年生の段階で。うん どうもこう、先生数学が強いと言われてましたけど、全般的な科目が強いんで。でそうですね、そうですね、そういうふうにあの学生、まあ、それでですね、特に私はやっぱり今考えているのは、まあ、学生さんたちに、はい、さっきもちょっと申しましたけど、えーえー、つまりこう、普段の授業講義とかで、こう、まあ、勉強して身につけるものっていうのは、まあ、ある意味こう、机の上のことなので、はいえー やっぱりそれを活かす場をまあしっかり設けたいなと思ってるんですね。はいはい、ですからまさに今おっしゃっていただいたように、はい、まあ,ある意味そのプロジェクトの一環として、はい、まあ学生さんたちをこう借り出してですね、はいはい、でもしっかり手伝ってもらって、アウトプットまでつなげるような、はいはい、そんなことはできるといいですね。あのなんかあのオックスフォードのモデルとかですね、はい、あのジフリサックスモデルみたいなやつってもしかしたら東大でやったらですね。 圧倒的にあの強いんじまあ今えっ、ー、とですねこれ何年前かなかなえっ、ー、と指定国立大学の時の構想の一部として、はい、そのフィールドスタディ型政策共同プログラムっていうのが、はい、始まっていまして、はい、でこれはあの夏の休みの期間に、はい、え学生たちをあの自治体ですね、はい、自治体を送って、はい、でそこでいろんな課題をこう見つけてきて。はいはいうん それを持ち帰って、で、それに対してどうしたらいいかを、はいまあ、先生方にも指導を仰ぎながら検討して、はい、でそれをまた向こうへ持って帰って、はいまあ、できることならばそれを実装までやるっていう、はいまあ、そういうプログラムは一応あるんですね。はい、ですから、そういうものをまあしっかり、そういう意味で今おっしゃったみたいに、はい、あのちゃんとレポートの形まで仕上げて、はい、<laughs> これだけのアウトプット出ましたよというふうにやればですね、はい、それなりのというかあの、かなり力を入れて、先生方もちゃんと指導もやってますし、はいはい ししっかり活動してますんで、まあ、ちょっとあの、はい、去年はねコロナのこともあって、はい、現場に行けなかったんですけども、はい、それが普通にあの活動できるようになればですね、はい、しっかりしたものができるような気がしますね。はい、アジアの中であるいはこう世界の中であの東京大学の,こうあの順位がそのあのリサーチしてるところが正しいのかどうかって、はい、<laughs> これ全部英語でやるから別物じゃないかなとも思うんですけども。あの 全,全般的にあの私のイメージだと理科系が下がってるイメージってあんまりないんですけども、うん、先生どんな感じですか、ねはい、そう私もねその特別その相対的に大きくこう、うんはい、劣後してるというイメージはないんですね。ないんですけどまあ実際はねその、えー、いわゆるランキングスコアとしては下がってきているということで,、はい、でまあ大事なことはですね あの、やはり世界の中のそのリサーチのネットワーク、まあ、あるいはアカデミあのネットワークにしっかり入り込んでいるということがまあ大事でありまして、で、それは割とやはりあの、特にヨーロッパなんかは積極的にこう努力をしてそれをやっているというところがあるんですね。つまりヨーロッパの中でネットワーキングをいかに作るかということを、えー、これはヨーロッパの EU の その研究予算の FP7 でフレームワーク7っていうのはあったわけですけれども、その時はもうその予算を申請するときに必ずネットワークで、しかもえとスタートアップも何社か入れないとあの申請できないっていうような仕組みをずっと続けてましたので、それでこう自然にネットワーキングがこう出来上がってきたというか、まあかなりこう、あえてそれをやってネットワーキングしてきたっていうところがあるんですね。 でそういうことはまあ必ずしも我々はやっていないので、はいえー、ですからまあそういう意味で自然体でやっているというところがあるので、はい、まあややそういう意味での,あのお互いのまさにその対話とか、はい、その情報共有のチャンネルがですね、はい、あのそこまで充実しているかというとそうでもないところがあるということがあってこれはやはり何とかしなくちゃいけないなというふうには思ってます。はい あのちょうどこうはやぶさをやったあの宇宙工学のエースの人あれはまはオーストラリアとか巻き込んでうまくこうネットワークを作りましたですよね、はいはい、あるいは東大でいくと物理はネットワークがかあのこう完璧にできてる感じでああいうのをこうあの組み立てをやっていくとやっぱりガッとこう変わってくるわけですね。と思いますねはい。わゆるっていう、まあ あのマイクロエレクトロメカニカルシステムズっていうとか、はい、あとはマイクロフリーディクスですね、はい、この分野はかなりそれはあの、はい、意識的にやっていましてたからできたんですねはいですからしっかりあのネットワークができていて、はいえー、何か申請しようと思えばパッとこう何カ国かでパッと申請できるような、はい、そういう仕組みになってるわけですねでも先生そこもあれですよねそのネットワークを作るって意思があるってことと、うん、ネットワーキングができる人がいるっていう。 そうですね。そうですねこれもまた重要でからそれはやはりですねあのそれこそ学生の頃からそういうアクティビティーに巻き込んでっていうか、はい、まあ参加してもらって、はい、それをこうちゃんとこう見てですね、はい、学んでおいてもらうっていうのは大事だと思いますけどね。はい、でもそうですね学生の頃からやってれば膨大な研究者になってから。 の期間も入れたら人脈地図になりますですしその,あのその学生さんたちは必ずしもその人本人が研究者とか先生にならなくても、はい、その自分の、まあ、その後のキャリアでですね、えー、必ずそれは行きますんで、はい、そのやってきたことはですねそういう現場にこう学生をちゃんとこう参加してもらうというのは大事だと思いますね、はい、ででもも先生それれやっぱりあれですね。 あのイベント組み立てるのと同じですねそうですねウウそういうところからでしか、はい、なんて言うんでしょう,こう培えないものってやっぱり先生がこうあの政権研究室の時にですねいつもあのダイビングスーツが置いてあるとでやっぱりこうああいうのがああいうことがやっぱり大事なんですよね結局ね何かでのこう接点をそれが音楽でもいいし。 水泳でもいいし、あの、アメフトでもいいし、な,なんかこういっぱい持ってるってことが。あ,あ、そうですね。えー、これは大事だと思いますね。そういう意味で、あれですよね。あの、今の東京大学に入ってこられる方って。多才ですよね。あの、そうだと思いますよ。えーはい、皆さん。はい、ピアノもいけるし、あの、語学もいけるし。なんか、いろ、いろんなこう、あの、ものを持ってられます,すよね。そうですね。はい ですからそういう意味で学校の中もそうですし、はい、外でのそういうアクティビティもも、ねはい、含めてまあこう総合力として、ねはい、こう力がつけばいいわけですので、はい、むしろそこは、ね、頑張ってもらいたいですねそういうあの学校外のというかですも結局あの人間力ってそういう経験値とかあの知識じゃなくてでいろんな体験を経てのこう人格力ですよね。 人格の総合力みたいな感じなんでそういう人があのたくさんいれば結果的には接点が増えるから接点が増えればあの賢くなりますですよね。ですしその、まあ、学校で学んでたこともどっかでその何かとつながったりっていうそのことが起こるので。はい そういう意味ではあのそう無駄にならないっていう感じですね。はい、あのまそうでしょうね学んでたことがビジネス上の武器に変わりますですよね。そうですねはいいうことだと思いますね。はいうん